ゆっくり霊夢です。ゆっくり魔理沙だぜ。今日はテレビ放送事故について解説するぜ。ゆっくりしていってね。ゆっくりしていってね。まずはじめに水曜どうでしょうに映り込んだ奇妙な瞬間について話すわよ。水曜どうでしょうは北海道テレビのバラエティ番組だぜ。低予算で面白いんだ。そうなの？面白いのは知ってるけど、何か奇妙な映像があったの？あ、2000年4月の放送でさ、四国88カ所巡りの途中で奇妙な映像があったんだ。四国88カ所巡り？それって結構きつい旅よね。映像は何が映ってたの？79番目のお寺での撮影だったんだけど、番組で心霊写真みたいなのが放送されたんだ。え、心霊写真？本当に？いや、心霊写真ってわけじゃない。でも、見るのがちょっと怖い奇妙な映像だったんだぜ。その心霊写真みたいなの、どんな写真だったの？大泉洋ディレクターがお寺の前で撮ったんだけど、本当にただの写真だぜ。撮影中に何か変なことがあったの？お寺に着いた時の映像が、なぜか撮れてなかったんだよ。カメラは録画してたはずなのに。え、どうして？カメラの故障？いや、撮影中にカメラが勝手に止まって、録画ランプはついてたけど、映像がなかったんだ。それって、もしかして心霊現象？怖いわね、この話、本当にあったの？ああ、みんなで確認したらしい。不可解なことが起きたってさ。結局、機材トラブルで片付けたんだって？そうだぜ。でも視聴者は心霊現象だと信じて疑わなかったんだ。心霊現象か、そのお寺、何か特別な話があるの？実はそうなんだぜ。そのお寺は崇徳天皇ゆかりの場所で、怨念があるって噂されてるんだ。怨念が渦巻いてるって、本当に？本当だぜ。撮影中にも奇妙な現象が起きて、心霊的な力が働いたんじゃないかって言われてる。そんなことがあったなんて、でも、それ本当の話。後年、ディレクターがとんでもない真実を語ったんだ。でもそれはまた別の話だぜ。本当の話って、最初の映像は実は撮れてたの？ああ、撮れてたんだけど、消えていくような恐ろしい映像だったらしい。それで映像を削除したのね。でも、どうしてそんなことに？大泉さんが消えていくような現象が映像にあったから、データを消したんだって。それって、心霊現象だったのかしら？はっきりしないけど、ファンの間では心霊現象だと信じられてるぜ。水曜どうでしょうのその話、ドラマにもなったのね。そうだぜ。撮影した全員が心霊を感じてたみたいだ。見たい人は感想を教えてくれよな。次は絶対に笑ってはいけない大脱獄24時の奇妙な話ね。2014年の大晦日スペシャルで、月亭方正さんがダクトに入るシーンに変な顔が映り込んだんだ。その顔、出演者やスタッフとは違うの？うん、サイズがおかしいくらい大きかったんだ。視聴者も心霊映像だってぞめいでた。番組で取り上げられたって、どういうこと？ダウンタウンもびっくりして、心霊鑑定したら、その顔はロケ地の浮遊霊が映り込んだって結果が出たんだよ。浮遊霊って、本当にあるのかしら？信じるか信じないかは君次第だぜ。でも、そういう話、視聴者を引き込むんだよな。その顔が映り込んだの、本当に心霊現象なのかしら？一部の人は反射しただけって言ってるけど、歪みがなければ普通に顔が大きく映るからな。でも、顔が歪んでないってことは、反射じゃないのかもね。そうだぜ、心霊鑑定の結果も心霊って出てるしな。土地霊が映り込んだ可能性もある。年末にこんな話、視聴者を続々させるわね。年末の大騒ぎに引き寄せられたのかもしれないな。いずれにせよ、話題になったのは間違いない。次はどんな奇妙な話をしてくれるの？立ち入り禁止、スタッフ、オンリーのドラマで起きた奇妙な映り込みだぜ。そのドラマ、どんな内容だったの？1997年にフジテレビで放送されたんだ。舞台裏の怖い話を一本完結で描いてた。へぇ、普段見れない光景が見られるなんて、面白そうね。実は第6話に、真夜中のレッスンって話で、めちゃくちゃシリアスな場面があったんだ。どんな場面だったの？女性が刃物を持った男から逃げるシーンで、部屋を飛び出す時に扉の隙間に青染めた男の顔が映り込んでたんだ。それって、出演者以外の誰かが映り込んだってこと？そうだぜ、その顔は出演していた俳優とは全然違う顔だったんだ。まるで心霊写真みたいだろ？この映り込んだ顔、本当に心霊現象だったの？奇跡体験アンビリーバボで取り上げられたんだ。スタッフには該当する人がいないって。どういうこと？誰もその場にいなかったの？撮影は全員が別室で待機してたんだ。出演者とセットしかない環境で顔が映り込んだってさ。それは、本当に怖いわね。その顔、どんな風に映ってたの？アンビリーバボーの放送後に原版を確認したら、顔は真っ青で女優の動きを追っていたんだって。まるでその場の雰囲気に引き寄せられたかのようにね。そうだぜ。
誰かしら気づくはずの場所で誰も見ていない顔が映り込んでいるんだから、心霊説が濃厚だよな。次は探偵ナイトスクープの話ね。どんな奇妙な瞬間があったの？2014年に、夫婦が34年前のダイヤモンドを探す依頼で、隠し引き戸を見つけられなかった話だぜ。ダイヤモンドを隠し引き戸に？なんでそんなところに隠したの？結婚前の大切な約束を記念してな。でも、25年後に場所を忘れちゃって、結局見つからなかったんだ。そんなに長い間忘れてたなんて、信じられないわ。番組がそのダイヤを探す手伝いをしたんだけど、奇妙なことになったんだよな。奇妙なことって、どういうこと？詳細はまだ言ってないけど、探偵ナイトスクープでの調査中に予想外の展開があったんだろうな。旦那さんが還暦で奥さんにダイヤを再プレゼントしたいって、素敵な話ね。そうだぜ、でも調査中に謎の手が映り込んだんだ。一瞬だけど心霊現象みたいになってしまった。謎の手って、どこから出てきたの？タンスの隣の壁からだぜ。動きはあったけど、その下の体は映ってなかったんだ。スタッフの手じゃないの？そういう意見もあったけど、探偵ナイトスクープはノーコメントだって。真相は謎のままだ。依頼の結果はどうなったの？結局、隠し引き戸もダイヤも存在しなかったんだよ。奇妙な終わり方をした話だったぜ。次は霊感バスガイド事件簿の話ね。何が映り込んでたの？第3話で、菊川さんが井戸の前で犯人と対峙するシーンに、謎の男の顔が背後に映り込んでたんだ。その背後は井戸だったのに、どうして男の顔が映り込むの？ピリと目や鼻も見えて、首を振る動きもあったから、見間違いじゃないんだよ。井戸の背後から顔が、本当に怖いわね。そうだぜ。その顔がなぜそこにあったのか、いろいろと想像するとゾクゾクするよな。その映り込んだ顔、本当に演出やスタッフの見切れじゃなかったの？関係者は演出でも、スタッフの見切れでもないって回答してるんだ。視聴者もびっくりしてたぜ。影だと思ってほしいって、それで納得できるわけないわよね。本当だぜ。コントラスト上げると顔がはっきり見えるから、霊説を全否定する人もいるんだ。それじゃあ、本当に心霊現象だったのかしら？スタッフの見切れだったらこんなにはっきり映らないし、なぜ映ったのかは今も謎のままだ。菊川さんが透けて見えるってコメントもあったの？怖いわね。そうだぜ、これはガチの心霊現象かもしれないな。視聴者をゾクゾクさせる話だった。ヒルナンデスで不気味な映り込みがあったって、どんな場面？鏡を紹介しているシーンで、映る女性の動きと鏡の中の女性の動きが一致してなかったんだ。動きが一致してないって、どういうこと？現実の女性は瞬きしてるけど、鏡の中の女性はずっと目を見開いていて、手の動きもずれていたんだ。それって、映像のトリックか何か？そうかもしれないけど、視聴者にはかなり不気味に映ったみたいだぜ。鏡の中の世界って、やっぱり不思議よね。本当だぜ。これはただの映像トリックかもしれないけど、話題になるのは間違いないな。ヒルナンデスでのその現象、心霊現象なのかしら？展示用のモデルハウスで撮影してたから、心霊スポットでもなんでもないんだ。ただ、謎は深まるばかりだぜ。角度の問題でそう見えたって説もあるのね。そうだぜ。VTR の女性と鏡の中の女性の動きが合わないのは、撮影の角度が原因かもしれない。でも、動きが全く合わないって、本当にただの角度の問題？角度で説明がつかない部分もあるんだ。これはただの映像のトリックにしては、謎が多すぎるよな。確かに、ただの映像トリックには思えないわね。本当だぜ。何が原因でそうなったのか、今最も話題になってる謎の一つだよ。ある説では鏡の中に別の映像を埋め込んでるって言われてるけど、心霊現象の可能性も否定できないんだ。でも、鏡と現実の動きが一致してる場面もあるのよね。そうだぜ、だから一概には言えないんだ。この謎、本当にわからないままだ。どの説も納得できるものじゃないわね。本当だぜ。心霊にしろ、編集の問題にしろ、真相はまだ謎のままだ。テレビ番組にもこんな不思議な瞬間があるなんて、ちょっと怖いわ。だな。気をつけないと、いつの間にか奇妙な瞬間を目撃してしまうかもしれないぜ。次は M1 グランプリの放送事故5000を紹介するぜ。最初に紹介するのは、2022年の山田邦子さんの審査だぜ。山田邦子さんって、2021年に上沼恵美子さんの後を継いで審査員になったのよね？そうなんだぜ。山田邦子さんは80年代にはテレビで大活躍して、雑誌の好感度ランキングでもトップだったんだ。じゃあ、山田邦子さんの審査はどうだったの？初めての審査で、出場者と同じくらい注目されたんだ。ツイッターでは賛否両論溢れたぜ。トップバッターにはどんな点数をつけたの？壁ポスターには84点をつけたんだ。それが最低点で、自分では高い点数をつけたつもりだったんだぜ。
他の審査員と比べて低かったの？でもね、次の真空ジェシカには95点と最高点をつけて、11点の差をつけたんだ。これが話題になったんだぜ。それは驚いたわ。序盤から評価にばらつきがあったんだね。山田久美子さんは、4組に80点台をつけて、審査員の中で最多の低評価だったんだぜ。ネットでは点数が低すぎるって物議を醸したのね。山田久美子さんにはどんな考えがあったのかしら？番組終了後、山田久美子さんは Twitter で、視聴者からの審査内容に対する意見に触れたんだ。どんな意見があったの？ブレブレで最悪でした。二度と審査員しないでほしいですっていう辛辣な意見があったぜ。それに対して山田久美子さんはどう答えたの？公平な審査をしたつもりです。今日私が一番面白なかったのは、真空ジェシカって言ってたんだぜ。次はロングコートダディについて、山田久美子さんは評価がブレなかったって言ってるぜ。点数よりコメントの薄さが批判されてたの？うん、山田久美子さんは、いいところは伸ばし、悪いところは本人たちがわかってるから、あえて言う必要はないと答えたんだ。批判にもちゃんと答えてるんだね。偉いわ。でも、こんなに批判されたら、来年も審査員をやるかなって思うよな。山田久美子さん、来年もオファーがあればやるって言ってたの？そうだぜ、即答で、引き受けますと言ってたんだ。それにしても、山田久美子さんの点数がなくても、結果は変わらなかったって本当？実際に計算してみたら、ロングコートダディとウエストランドの順位が入れ替わるだけで、他は変わらなかったんだぜ。つまり、山田久美子さんの審査で大会が振り回されたわけじゃないのね。他の審査員もいなかった場合を計算してみたら、上位3組の顔ぶれは変わらないんだぜ。じゃあ、2022年の M1 は納得のいく順位だったってことね。次に紹介するのは、2021年の桃のネタだ。結成わずか4年で決勝に進出した若ゾンビコンビだぜ。どんなキャラのコンビなの？守る派いかつい見た目で、攻める派おかっぱ頭とメガネのネクラオタクみたいな見た目だぜ。どんなネタを披露したのかしら？互いの容姿を揶揄し合う漫才だったんだ。守るは任天堂スイッチが欲しいと言い、攻めるは転売目的じゃないかっていじったんだ。それは面白そうね。守るの反応は？守るもゼメルをプリキュア映画に誘うなど、お互いの趣味をいじり合ってたんだぜ。オタクの見た目いじりで、一部視聴者が不快感を覚えて炎上したんだぜ。今の時代、見た目いじりには厳しい目があるのね。見た目いじりは減少傾向にあって、芸人にとっては。次に紹介するのは、和牛が上沼恵美子さんに怒られた事件だぜ。次は和牛が怒られるのね。どうして？和牛のネタ後、上沼さんはからしレンコンを褒めつつ、急に和牛を批判したんだ。上沼さんのコメント、かなり痛烈ね。ネットでは、和牛を下げる必要がないって、上沼さんに対する批判が多かったんだ。からしレンコンはどう反応したの？からしレンコンもどう反応していいかわからない状況だったぜ。和牛がその後で亡くなった理由、この件じゃないといいわね。M1 グランプリはネタから審査まで、放送事故が起きやすいんだぜ。放送事故も M1 の醍醐味の一つなのね。そうだぜ。優勝者よりも大きな爪痕を残すこともあるんだからな。次はどんな話？2021年のハライチだ。敗者復活から登場した人気コンビの話だぜ。ハライチが何かやらかしたの？敗者復活戦で、悪魔を扮するボケの岩井勇気さんが、沢ブリューさんの寿命と引き換えに願いを叶えるネタを披露したんだ。そのネタの展開はどうだったの？ネタの後半、岩井さんが黙るという斬新な展開だったが、時間オーバーしてしまったんだぜ。タイムオーバーの合図ってなかったの？あったぜ。爆発の効果音が鳴っても、沢部さんはオチまでやりきったんだ。その場合、ペナルティはないの？特にペナルティのルールはないらしいな。でも、他の出演者はルールを守っているのに、それってどうなの？院内智則さんもフリートークで、あんまり関係ないとコメントしてたんだ。ハライチはどんな対応をしたの？投票を呼びかけるなど、知名度を利用したずるい行為をしていたんだぜ。それで決勝ではどうだったの？決勝では約5分35秒かかるネタを披露して、敗者復活戦を上回る時間を要したんだ。もう時間内に収めるつもりはなさそうだぜ。ハライチの審査結果はどうだったの？ナイツ花輪のブリュキさんや中川家レイジさんが低得点をつけて、ハライチは10組中最下位に終わったんだぜ。滑ってルール違反までして、最悪の終わり方ね。そうだぜ。錦鯉の優勝時には、岩井さんの態度も問題視されたんだ。どんな態度だったの？拍手を少しした後、司会席のテーブルに手をついてうなだれてたんだぜ。そんな態度、大先輩がいるのに失礼よね。終始なめ腐った態度に、ハライチ嫌いになったって声も上がっているんだ。面白ければいいってわけじゃないわよね。次に紹介するのは2019年のオール巨人師匠だ。審査に関する話だぜ。オール巨人師匠は生放送でマジ説教したんだぜ。
え、誰が怒られたの？司会の今田耕司さんが、和牛のネタ後にコメントしたら、巨人師匠に説教されたんだ。今田さんがなんてコメントしたの？ツッコミなのにボケというか違う感じと言ったんだ。それで巨人師匠が注意したぜ。今田さんはどう反応したの？さすが巨人師匠、ブレない審査と言って切り抜けたけど、きっと内心ヒヤヒヤだったろうな。その後、今田さんはどうだったの？このエピソードをネタにして、感動して興奮してしまったと言ってる。巨人師匠のありがたみも述べているんだ。今田さん、ちゃんと反省してるみたいね。巨人師匠への感謝も素敵よ。あの年齢で、あれだけ売れていても素直なのは素晴らしいぜ。次は劇的ビフォーアフターの絶望的な放送事故について4選紹介するぜ。まず紹介するのはアキレス腱を切る家だ。アキレス腱を切る家って、大丈夫なの？安心しろよ、それはリフォーム前の家の名前だぜ。よかった、リフォームで危険になったわけじゃないのね。でもな、この家のリフォームには問題があったんだ。すでに問題ある家だったんだもんね。この家は2009年に放送された、建てられてから48年の古い家だ。アキレス腱を切るって、どういうこと？家には高低差のある段差がいくつかあってな、中には70センチメートルもあるんだ。70センチメートルの段差があるなんて大変ね、子供には登れないわよ。依頼主が実際にアキレス腱を切ったことがあるんだ。この家、リフォームがどれだけ必要だったかわかるわ。担当したのは滝沢俊之、ビフォーアフターの匠だぜ。匠にもキャッチコピーがあるのよね。滝沢さんにはどんなのがあったの？空間を見逃さず活用するだったな。今回の家にぴったりだろ。匠がこの家を見たとき、どう思ったの？自分が見た中で段差が一番多い家だって言ってた。まずは段差を解消することから始めたんだぜ。段差さえ解消されれば、問題解消されるんだもんね。実際、リフォームには2100万円もかかったんだ。2100万円あれば、建て替えられるんじゃないの？でもな、70センチメートルの段差はそのまま残ってたんだぜ。何のためのリフォームだったのよ、最低限それくらいはやってほしいわ。余計な壁で家が狭く暗くなったり、1階が寒くなったりもした。内装が綺麗でも、機能的な問題が残ってたら意味ないわね。依頼主が番組に相談し、住宅調査を依頼したんだ。衝撃の事実って、何？建物の品質が、リフォーム前より悪くなっていたんだぜ。それに耐震や耐熱防火の問題点も見つかったの？そう、見た目だけ追求して、本来の機能を損なったんだ。このリフォーム、訴訟にまで発展したのね。そうだぜ、こんなの放送されるとはな。次の孫がハイハイできないかって、どういうこと？元が喫茶店で、土足で上がる設計だったんだ。赤ちゃんもハイハイできないなんて大変ね。お風呂の扉が閉まらない、階段が急で危険など、問題が多かったぜ。でも、リフォームで改善されるといいわね。担当した匠は浅井博夫、キャッチコピーは、価値ある素材の目利きだ。こんなに問題がある家も、匠がリフォームすれば大丈夫かしら。一階を家族がくつろげる空間にするのを目指して、2200万円かかったんだ。2200万円も、今回は期待してるわよ。リフォーム成功で、依頼主も満足してる。問題は予算がかかりすぎたことだぜ。依頼主の予算は2200万円じゃなかった？そうだぜ、でも実際には約5000万円もかかったんだ。倍以上オーバーしてるけど、どうして？当初の予算内で進めていたけど、5から追加工事が発生したんだ。追加工事を依頼したのは匠の方からなのね。そう、依頼主に落ち度はない。予算を超える追加工事があった。追加工事分の代金、支払われなかったの？うん、だから建設会社が朝日放送や制作会社を訴えたんだ。裁判はどうなったの？朝日放送と建設会社は和解した。詳しい内容は公表されなかったけどな。朝日放送に不利な判決が出た可能性が高いのね。おそらくそうだ。依頼主にとっては思わぬ騒動になっちゃったな。次は庭が不釣り合いな庭なのね。どんな庭なのかしら。庭は広いけど、雑草だらけで、ブロックの塀は崩れそう。子供には危険だったんだ。広いけど役に立っていない庭って、ちょっともったいないわね。リフォームは廃材のスタイリスト、金井良一が担当したんだ。廃材のスタイリストって、廃材を使ってリフォームするの？ちょっと心配ね。でも匠にとって廃材は宝物だぜ。見た目は綺麗になったんだ。綺麗にはなったけど、廃材っていうのがちょっとね。リフォームの目玉は、見晴らしの丘と名付けられた大きな築山だぜ。名前はかっこいいわね。匠のセンスが光ってるわ。廃材で作った山って、ちょっと怖いわね。芝も剥がれやすそう。依頼主の子供たちが山で遊んでたけど、視聴者からは不安の声も多かったんだ。いつ崩れるかわからないものね。リフォーム予算は150万円だったの？
そうだぜ、山以外にもリフォーム箇所はあったが、ほとんどが山に使われたんだろうな。材料が廃材なのに150万円もかかるなんて、ちょっと疑問ね。匠のセンスを信じたいけど、もしその予算が、まあ、残念な話だよな。でも、なぜリフォームが失敗しちゃうのかしら？失敗は番組の性質上の問題だぜ。リフォームは本来、家族が安心して暮らすための大事な投資だからな。2000万円も費やす依頼主がいるんだもん、本来はもっと話し合いが必要よね。でも、この番組では匠に全てを任せちゃってるからな。だから、依頼主の望んでいたデザインと違ったり、予算オーバーになっちゃうのね。そうだぜ。番組の性質上、依頼主と相談するのが難しいんだ。それにしても、成功してきた番組だけど、問題や裁判もあったんだね。衝撃的なリフォームを放送するのも、この番組の売りだったんだろうな。私がリフォームするなら、業者としっかり打ち合わせしたいわ。大金をかけて失敗は避けたいからな。リフォームは慎重にやるべきだぜ。次のパリのビフォーアフターって、どういうこと？日本の番組がパリまで行ってリフォームしたんだよ。特別編ってことね、失敗は許されないわよ。今回の家は、台所でシャワーを浴びる家って呼ばれてたんだ。台所でシャワーって、どういうこと？パリにある150年超の古い家で、浴室がなく台所でシャワーしてたんだ。築150年ってすごいけど、台所シャワーは大変ね。担当した匠は坂田規定、キャッチコピーは、京町家の枠人だ。京町家リフォームが得意なんだ、この家にもぴったりね。歴史的建造物で狭い家だから、うまくリフォームできる匠が必要だったんだよ。統一感のないごちゃごちゃ中になっちゃったの？そうだぜ、リビングには大きな円形テーブルとソファーがあって、暖炉もあるんだ。それはおしゃれかもしれないけど、狭い家で全部集めるとごちゃごちゃね。しかも富士山のモザイクアートまである。ここパリだぞ。パリでなぜ日本要素？ちょっと不思議ね。依頼主も苦笑いだったが、裁判にはなってないんだ。これ、舞台が日本じゃないから難しかったのかしら。材料が手に入りにくく、リフォーム可能な空間も限られていたんだろうな。そう考えると、リフォームの出来はそこそこなのかもね。統一感のなさが目立つが、諸事情を考慮すると仕方ない部分もあるんだ。ねえマリサ、セシウム酸騒動って何が原因だったの？2011年8月、ある生放送の番組で大きな放送事故が起きたんだぜ。お昼の情報番組の話、たまに見るけど、面白いわよね。そうそう、その番組で秋田県産の稲手うどんを紹介してたんだが、突然画面が切り替わっちゃってな。え？どうして切り替わったの？岩手県産のおべいのプレゼント企画に変わったんだ。しかも全然関係ないんだぜ。それで、セシウム酸騒動って何？その時、テロップに、怪しいおべい、セシウム酸、汚染されたおべい、セシウム酸と出たんだ。本当にそんなことになったの？信じられないわ。ああ、それが大問題になってしまったんだからな。そのテロップ、ずっと表示されてたの？うん、23秒もずっと画面に出てたんだぜ。23秒も？冗談じゃ済まされないわね。本来は当選者の市町村と氏名が表示されるはずだったんだ。音声はそのままうどんの紹介を続けてたのね。そうだぜ。画面だけが切り替わったんだから。生放送だもんね、担当者も困惑したでしょうね。その上、同年には東日本大震災があったから、セシウムの問題はより敏感だったんだ。SNS でもいろんな情報が流れてたもんね。だから、この放送事故はただのミスじゃなくて、大問題になったんだよ。番組の MC が謝罪したって本当？うん、放送事故で不謹慎な映像が出ちゃったから、コーナー終わりとエンディングで謝ったんだ。当選者の発表はどうしたの？手書きフリップで改めて発表したんだぜ。でも、放送事故って普通、アナウンサーのミスとかじゃない？そうなんだけど、今回のは事前にテロップを作っておかないと起きないタイプのミスだったんだ。計画的なんじゃない？バイトテロみたいな。そう見えるかもしれないけど、放送業界にはある習慣があってな。どんな習慣よ？生放送ではミスが許されないから、リハで意図的に問題のある表現を使うんだよ。事前にわざとミスをするって、危機意識を高めるためなの？そうだぜ。でも、作業が単調にならないように悪ふざけを混ぜる風潮もあるんだ。それって、テロップ作成担当だけの問題じゃないのね。うん、業界全体にそんな風潮があるって話だぜ。テレビ業界、モラルの問題があるってよく聞くわ。だからといって、すべての放送局がそうってわけじゃないけどな。被災地の子供にひどい質問するとか、資料を返さないとか、いろいろ聞くもんね。今回の放送事故も、リハーサル中に起きたんだよ。リハでダミーテロップ使うって普通なの？うん、架空の当選者情報を入れるんだけど、今回はセシウム酸って書いちゃったんだぜ。怪しいおべいセシウム酸って、なんでそんなにヤバいミスするの？
慣習に従ってダミー情報を面白くしようとしたんだけど、むずかったね。納得いかないわ。なんでそんなリスクのある冗談するのよ。リハの時のダミーテロップが放送に出ちゃったんだ。操作ミスだったぜ。それにしてもセシウムさんって、悪い冗談じゃない？スタッフは新聞記事見て思いついたって。悪意はなかったらしいけどな。ダミーテロップが放送されるわけないと思ってたのね。そうだぜ、意図的な不謹慎ネタじゃなかったってことはわかった。でも操作ミスでダミーテロップが流れちゃうなんて、作業環境も問題あるわね。その点は霊夢の言う通りだな。もっとちゃんとした管理が必要だった。対策とか、事前チェックはなかったの？現場スタッフがダミーテロップをチェックしてたけど、不適切すぎるって指摘もあったんだ。それで、問題を防ぐ猶予はあったってこと？ああ、でも最終的には現場レベルで処理されて、上部には報告されなかったんだよ。上司に報告しなかったのは、くだらないと思ったから？そうだぜ。直接言えばいいだけの話だったんだけどな。でも、ニュース現場はスピードも大事だって聞くけど。その通り。でも、だからってこの問題を見逃すわけにはいかないんだよ。テロップ作成担当は指摘を受けたのに、すぐに修正しなかったのね。うん、すぐ修正するって思わなかったらしい。でもダミーだから OK ってわけにはいかないわよね。本当だぜ。他の仕事が忙しくて、修正が後回しになっちゃったんだ。忙しいからって後回しにするなんて、問題あるわよね。それに、ダミーテロップを本番用のフォルダに保存しちゃったんだ。本来予備のフォルダに入れるはずが、どうしてそんなミスするの？知識不足だったんだぜ。だから他のスタッフはダミーテロップのことを知らなかった。本番用フォルダに入ってたら、本番用だと思うよね。うん、いろいろな行き違いが重なって、結局放送されちゃったんだ。こんなミスが重なるなんて、信じられないわ。批判されたのは当然だぜ。こんな不謹慎なテロップが流れるなんてな。不謹慎なテロップが流れたら、すぐに苦情が来たのね。うん、ネットでも炎上したんだ。特に東北地方の人からは厳しかったぜ。風評被害もあったのに、こんなテロップ流れたら怒るわよ。本当だぜ。岩手県の人たちからは、本当に厳しい反応があった。もし米が売れなくなったら、どうなるの？それが問題なんだ。廃業の危機にもなりかねない。復興に努めてるのに、テレビでこんなことされたら許せないわ。まさに公共の電波での誹謗中傷みたいなもんだからな。県知事まで抗議文を送ったんだって？そうだぜ、記者会見でも批判されたんだ。メディアの役割に反してるからな。自分たちのお米が汚染されてるみたいな扱いになっちゃったんだもんね。だから県知事が怒るのも無理ないよな。BPO にも批判が寄せられたの？ああ、テレビ放送の問題を指摘するための場所だからな。視聴者の指摘を検証する第三者機関ってことね。そうだぜ。東海テレビだけじゃなく、BPO にも苦情が殺到したんだ。民放連で東海テレビの活動停止が検討されたって本当？うん、テレビ局同士で良い番組作りを目指す組織だけど、今回は厳しい処分が検討されたんだ。追い出されかけたのね。でも、結局は厳重注意で済んだの？そうだぜ。テレビ業界にとっても無視できない大問題だったからな。スポンサーも黙ってないよね、こんな問題が起きたら。正解だぜ。もともと20社ほどスポンサーがいたけど、すべてが撤退したんだ。B館テレビだけじゃなくて、他の番組のスポンサーも降板したの？ああ、信頼が失われて、東海テレビの番組全体に影響が出たんだ。じゃあ、東海テレビはどう対応したの？岩手県、民放連、BPO、スポンサー、東北地方の視聴者、みんなに謝らなきゃいけなかった。他にもたくさんの関係者が怒ってるんでしょ？そうだぜ。まずは各所への謝罪が必要だったんだ。B館テレビはその後どうなったの？翌日から放送休止で、最終的には8月11日に打ち切りが決まったんだ。セシウムさん騒動で番組が終わっちゃったんだね。そうだぜ。一連の騒動が終止符を打ったってわけだ。問題のテロップを作ったのは、外部の CG 制作会社の人だったの？そうだぜ。30年以上も東海テレビと仕事をしていたベテランだったんだ。そのスタッフ、懲罰解雇されたのね。重大な問題だもの、納得いくわ。東海テレビは特番を作って、なぜ事故が起きたのかを説明したんだ。特番で説明するなんて、珍しいけど視聴者にはありがたいわね。真摯に誤りを認める姿勢は、テレビ局として正しい対応だぜ。社内で改革も行われたって、具体的には何が変わったの？倫理水準の向上を目指して、同じ問題が再発しないように努力してるんだ。そうね、二度とこんな事故が起きないようにしてほしいわ。本当だぜ。これを機に全体の質が上がればいいんだけどな。次の放送事故は2021年4月12日のスッキリで起きた事故だ。どうしたの？
オンエア中に加藤浩二さんが怒って、声が響いたんだぜ。それはいつのこと？番組終盤のニュースタイムラインでのことだぜ。地震のニュースを紹介してた時だ。なんで怒ったの？スタッフとの噛み合わせが悪かったみたいだな。VTR 中に怒り声が聞こえたんだ。出ないから何があったかわからないわね。急に叫ばれると、びっくりするよな。この日、オープニング後にも放送事故があったんだ。へぇ、どんな事故？ SNS で話題の料理を作るコーナーでさ。加藤さんが料理したんだけど、出来は最悪だったぜ。食べた人、大丈夫だったの？見た目がひどすぎて、食べるのも一苦労だったらしい。視聴者も騒いだんだ。テレビだと見た目重要よね、事故に見えるわ。その日はネットで加藤さんの怒号が話題になってたな。スッキリって、小さな放送事故が多いのね。そうだぜ。でも、視聴者はそれを楽しんでるかもしれないな。マリサはスッキリ見るの？結構見るけど、放送事故には遭遇したことないんだぜ。次は、タカ人の運営での出来事だぜ。2013年6月のことだ。何があったの？橋本徹さんが議論してた時、水道橋博士さんが突然番組を降板すると宣言したんだ。本当に降板したの？ん、その場で、3年間ありがとうと言って、スタジオを出て行ったんだ。それでどうなったの？実は後で、それが橋本さんの生放送中の降板を模倣したパロディーだったって明かしたんだ。ネットの反応はどうだったの？びっくりして、言い訳じゃないかって疑問の声が多かったんだぜ。なんだか、話がややこしいわね。そうだぜ。でも、真意は本人にしかわからないんだからな。次は、さんまのお笑い向上委員会での出来事だぜ。2017年3月のこと。何があったの？村本大輔さんと吉村隆さんが久しぶりに共演したんだ。二人は共演 NG だったんだぜ。不仲だったのね。どうなったの？明石家さんまさんが和解を試みたけど、吉村さんの怒りは収まらなかったんだ。それで？村本さんの一言で、吉村さんがビンタやケツキックをしたんだよ。映像はあるの？その時の映像はないけど、次回予告の映像は見つけたからちょっと見せてやるぜ。さんまのお笑い向上委員会で、村本さんと吉村さんがムタモヤ衝突したんだ。どうしてまた喧嘩したの？堪忍袋の糸口が切れた吉村さんに、さんまさんが、もう会うなと言っちゃったんだよ。仲直りは無理だったのね。そうだぜ。でも、悪口を言わないって約束はしたんだ。それで関係は少しは良くなったの？時間が解決するだろうってことで終わったけど、まだ共演 NG みたいだぜ。放送事故について学べて楽しかったわ。人の怒鳴り声にはびっくりするよな。でも、嫌いな人ともほどほどにうまくやるのが大事だぜ。そうね。さて、今日はここまでね。霊夢、お腹すいたから何か作ってくれ。また？何食べたいの？唐揚げだぜ。しょうがないわね。次の事故は2004年の番組対抗クイズ番組で起きたんだ。何があったの？陣内智則さんが番組に出るのが2回目で、爪痕を残そうとしてたんだ。それでどうしたの？島田紳助さんに勢いで行けって言われて、がっつり始末さんの頭を叩いたんだ。え、本当に？初対面で？本当だぜ。ガッツさんはめちゃくちゃ怒って、反撃したんだ。すごい怖いわね。中論にも程があるとマイクで叫んだんだぜ。ガッツさんが怒ってスタジオを出てったんだ。収録も一時中断されたぜ。放送ではどう見えたの？カットされたから、ガッツさんがいなくなったように見えたんだよ。今は仲良くしてるの？うん、今は普通に仲がいいみたいだぜ。視聴者の反応はどうだったの？ガッツさんを擁護する声もあったけど、器が小さいって意見もあったんだ。どうして具志堅さんの名前が出てきたの？両者は世界王者だから比較されやすいんだ。それで名前が出たんだぜ。次は2015年の有田チルドレンで起きた事故だ。有田ジェネレーションって名前でやってたのよね？そうだぜ。でもジェネレーションは2021年に終わった。ただ、配信はまだ続いてる。そうなの？ちょっと見てみたいわ。事故は矢口真理さんがフリップ芸をしていた時に起きたんだ。何があったの？小峠雄二さんが突っ込んで、進行がちょっと止まっちゃったんだよ。剣道小林さんが状況を重くしたんだ。小峠さんに公開説教みたいになって。それで番組の進行が止まったの？うん、進行が完全に止まってしまったんだよ。視聴者の反応はどうだったの？ケンコバの正論だっていう人もいれば、進行を止めたのはまずいって意見もあった。雰囲気、すごく気まずかったんでしょうね。そうだぜ。でもネットでは怒りはネタだったんじゃないかって意見もあった。笑ってるからネタだったのかもね。それもあるかもしれないが、怒りを抑えてた可能性もあるんだぜ。次のイッテQって、どんな番組なの？人気芸能人が世界中を旅して、いろんな文化に触れるバラエティ番組だぜ。放送事故って何があったの？
ヨシコさんが、現地の衣装でポロリしちゃったんだぜ。ポロリって、まさか。うん、飛び跳ねた時に衣装が落ちちゃって、その、ポロリだ。それで、みんなどう反応したの？ネットでは批判が多かったんだ。でも、イッテ Q ではよくあることかもしれないぜ。他にもそんなことが？タコさんや大島さんも似たようなことがあったんだぜ。演出か本当の事故かはわからないけどな。それにしても、大変ね。芸人さんは本当に体を張ってるんだぜ。鶴瓶の家族に乾杯って番組、何するの？鶴瓶さんがゲストと一緒に日本全国のいろんな場所を訪れて、現地の人と触れ合う旅番組だぜ。放送事故って、どんなことがあったの？山本浩二さんが岐阜県関ヶ原町を訪れた時に起きたんだ。大河ドラマ、真田丸で石田三成を演じてた縁でな。え、どうして関ヶ原なの？石田三成のゆかりの地だから、山本さんが訪れたかったんだぜ。その放送事故って？歴史好きの青年と出会って、一緒に目的地まで行くことになった。山本さんが石田三成を演じてるって話をしたら、マジですか？って反応されて、山本さんが、見てないのかいと突っ込んだんだぜ。山本さんもびっくりだったんだね。そうだぜ、現地でのびっくり交流が放送事故として覚えられてるんだからな。え、山本さんと青年のやりとり、急にどうなったの？青年が急に、堀北真希と結婚した人ですよね？って質問してきたんだ。今まで気づかなかったのね。それで山本さんは？山本さんは苦笑いするしかなかったぜ。でも、青年は急にむごい言葉を放って。それって、どういう反応があったの？ネットでは堀北ファンからは、よく言ったというコメントが多かったんだぜ。でも、そんなこと本人に直接言うなんて。最後には、幸せにしてやってくださいって言ったんだ。なんだかんだでファン心理かもな。してやってくださいって上からだわね。タレントさん同士の結婚は本当に大変だぜ。鶴瓶の家族に乾杯で、陸前高田市にも鶴瓶さんが行ったの？うん、2012年の震災から1年後に訪れたんだ。鶴瓶さんが何か出現したの？地元の子供たちと話している時に、無意識に辛い質問をしてしまったんだ。どんな質問をしたの？お父さんお母さんはどこにいるの？って聞いたんだぜ。それで、子供たちはどう反応したの？一人の女の子が、悲しいこと言わないでくださいと答えたんだ。それは鶴瓶さんも気を悪くしたでしょうね。うん、本当に気をつけないといけないね。え、もう一人の女の子はどうしたの？お父さんが消防団で津波に流されたって言って、悲しそうにしてたんだぜ。鶴瓶さん、それを聞いてどうしたの？何度も謝って、でも少ししたら女の子も笑顔で話し始めたんだ。なんでそんなシーンを放送したのかしら？番組側も悩んだけど、女の子のお母さんが放送してほしいって言ったからだぜ。お母さんの気持ちを考えると、鶴瓶さんも深く悩んだけど、子供たちの笑顔に救われたってさ。予想外の展開になったわね。うん、放送事故かと思ったら、結局は心温まる話になったんだぜ。田舎に泊まろうって、あの青森県の番組？うん、現地の家族と触れ合い、美味しいものを食べるんだぜ。それで、どんな特別な話があるの？漫画家の恵比寿の周さんが出演して、行さんを訪れたんだ。行さんって、霊場だよね。恵比寿さん、怖くなかったの？でも、泊まる家を見つけるの大変じゃなかった？そうだぜ、でも夕方に一人のおばあさんが泊めてくれることになった。おばあさん、一人暮らしだったのね。そうだぜ、でもその話は怖い要素はないんだな。おばあさんが恵比寿さんにラーメンを作ってくれたの？うん、恵比寿さんはそれを美味しいと言いながら食べてたんだぜ。それじゃあ、放送事故って何があったの？ラーメンを食べてるシーンの後ろに、何か人のようなものが映り込んだんだ。え、それって本当に映っちゃったの？そうだぜ。でも、そこにいたのは番組スタッフか、近所の人かもしれないって言われてる。行さんが近くにあるから、余計に怖いわね。うん、でもその正体は今でも謎のままだぜ。田舎に泊まろうでまた、桜島で何かあったの？うん、今回は石田康さんが宿泊交渉をするけど、どこも拒否されちゃったんだぜ。どうして拒否されたの？地元の人たちには芸能人でも、テレビでも関係ないからな。石田さんは結局、宿を見つけられなかった。それで番組はどうなったの？放送されたんだけど、石田さんが知名度のなさに落ち込んでしまったんだ。かわいそうに、でも、そんな現実も見せるのがこの番組の良さよね。次の、ラブアースって番組、初耳だわ。テレビ朝日の、陸海空、地球征服するなんてから派生した恋愛旅行番組だぜ。恋愛と旅の組み合わせね。でも、どんな問題が？旅の資金を初日に半分以上し尽くしちゃったんだ。それでどうしたの？メンバーがスタッフに追加でお金を借りるためにお願いしたんだぜ。そんなピンチから始まるなんて、大変ね。
うん、でもそんなトラブルがあっても旅は続くんだから面白いぜ。残ったお金だけでやりくりするなんて大丈夫だったの？メンバーたちは試食を頼んで、たまたまいた女性が食事をおごってくれたんだぜ。それはラッキーだったわね。でも、なんでスタッフはお金を貸してあげなかったの？スタッフは、メンバーたちの甘さに怒ったみたいだぜ。自分たちで解決しようとしなかったからな。スタッフも大変ね。でも、リアルな恋愛番組を目指していたのかしら？うん、でもスタッフがいない状況でも乗り越えなきゃいけないんだぜ。それにしても、パワハラややらせの話は心配ね。そうだぜ、そういうのは番組の質にも関わってくるからな。調べてみる価値はあるぜ。次は井上星河の放送事故について話すぜ。井上星河って誰なの？フジテレビのアナウンサーで、めちゃくちゃ可愛いと有名だぜ。可愛いってだけで嫌われることもあるのね、かわいそう。そうなんだぜ。でも彼女は才能もあって、目覚ましテレビのメインキャスターを務めてるんだ。朝の顔ってやつね。でも、放送事故って何があったの？2022年のプロ野球開幕戦で始球式に登板した時のことだぜ。彼女の投球フォームと、ある部分が注目されたんだ。う部分って、何？教えてよ。ソフトバンクのユニフォームを着て、ピンクのズボンで登場したんだ。そのスタイルが話題になったんだぜ。新庄隆史ビッグボスもバッターボックスにいたの？すごいね。そうだぜ。でも、やっぱり始球式は注目の場だからな。細かいところまで見られちゃうんだな。新庄ビッグボス、井上アナの投げたボールをキャッチして、直接渡したんだぜ。え、本当に？それは素敵なシチュエーションね。そのおかげでノーバン投球になって、球場が盛り上がったんだ。さすがビッグボス、エンタメをわかってるわね。でも、放送事故って何？実は、投球時の井上アナの下着ラインが映っちゃってたんだ。そんなにはっきりと？うん、ファンがネットで結構ぞめいでたぜ。井上アナのことをまだ可愛いって。変なところで興奮するファンもいるのね。でも井上アナ、変顔も見せてるからな。お茶目で人気があるんだ。変顔も可愛いって、本当に魅力的ね。これからの活躍が楽しみだわ。次は佐久間みなみアナの放送事故を話すぜ。佐久間みなみアナって、帰国子女だったのね。かっこいいわ。そうだぜ。アメリカで4年間過ごして、野球漫画、タッチから名前を取ったんだ。野球関係の仕事も多いのね。ご両親、喜んでるだろうね。趣味がギターや一人カラオケ、大工移動が鑑賞だってさ。それ、私も好きよ。でも、放送事故って何があったの？スパークで大胆な姿を披露して、ファンから大喝采を浴びたんだ。大胆な姿って、どんなの？詳細は言わないけど、スパークのメインキャスターになってからの二度目の放送で起こったんだぜ。二度目の放送でそんなことが、大変だったでしょうね。今度は佐久間みなみアナの衣装が話題になった放送事故だぜ。衣装って、どんなのだったの？紫のニットに白いジャンパースカートで、片方の胸が強調されたデザインだったんだ。そんなに大胆なの？ネットでも大騒ぎだったんでしょうね。うん、視聴者の目はそこに行っちゃって、スポーツ情報は二の次だったぜ。男性視聴者はそういうの好きだものね。でも、それだけじゃないんでしょ？そうだぜ。CM の後、新体操が得意ってことでブリッジを披露したんだ。ブリッジ？体、柔らかそうね。そのブリッジでスカートのスリットから美脚がチラ見えして、さらに胸のラインも。ちゃったの？それは、視聴者もびっくりだわ。男性ファンからは、すごい興奮の声が上がってたんだぜ。そんなに柔らかい体を見せつけられたら、興奮しちゃうよね。佐久間アナは、寄り添えるキャスターを目指してるってさ。そんな佐久間アナ、応援したくなるわね。次は滝夏希アナの放送事故だぜ。彼女、バイク好きで有名だな。へぇ、バイカーのアナウンサーって珍しいわね。でも、放送事故って何？ヒルナンデスで出した絵が下手すぎるって話題になったんだ。絵が下手すぎるって、どれほどよ？お取り寄せグルメスペシャルのクイズコーナーで、AB 役として出演してたんだ。ヒントとして絵を描いたんだけど、その描いた絵が放送事故レベルだったぜ。描いた絵って、何を描いたの？宮城県仙台市にある、バブル時代に作られた高さ日本一のあるものを当てる問題だったんだ。彼女の絵は、なんと仙台大観音だったんだぜ。仙台大観音を描いたのに放送事故レベルって、どういう絵だったのかしら。長い道具に頭と足がついた人形みたいな絵で、ちょっと、怪しかったんだ。怪しい絵ね、滝夏希アナ、大変だったでしょうね。滝アナの絵、本当に問題なかったんだぜ。仙台大観音の構成をちゃんと描いてた。そうなの？でも、なんで放送事故って言われたの？絵が下手すぎて、ヒントにならなかったんだぜ。正解者は少なかった。かわいそうに、でも、視聴者の反応はどうだったの？滝アナの絵にはネットでも驚きの声が多かったんだ。
ちょっとアウトなタッチで騒ぎになっちゃった。それは大変だわ。次はどんな放送事故なの？宇垣ミリアナの話をするぜ。彼女、元 TBS で、ピアノや成績もすごいんだ。宇垣アナも才能豊かね。放送事故って、どんなことがあったのかしら？それはまた次の話だぜ。でも、宇垣アナはミスキャンパスも撮ってるからな。期待してていいぜ。へぇ、楽しみね。滝アナも宇垣アナも、みんな大変なんだわ。宇垣アナ、頭も良くて見た目も良し、生徒会長だったってマジか。そんな完璧な人が放送事故？どうしたの？2016年の朝ちゃんで、おせち料理の紹介してたんだけど、年末の放送でハプニングがあったんだ。ハプニングって、何があったの？スタジオに急いで戻る途中で、放送終了1分前に転倒してしまったんだぜ。大丈夫だったの？膝を強打したけど、大きな怪我はなくて、なんとか番組の最後を迎えたんだ。それにしても、ギリギリセーフだったんだね。うん、カメラアングルが天才的で、まずいシーンは映らなかったんだ。宇垣アナ、本当に頑張ったわね。年末の放送、忘れられないわね。次は新井恵里奈アナの話だぜ。彼女、ミス青学グランプリで、テレビ出演も多いんだ。すごいわね。でも、放送事故ってどういうこと？柔道の才能があるんだけど、ある番組のオープニングで弓を構えた時にハプニングがあったんだ。柔道？それは珍しい。どんな事故だったの？詳細はわからないけど、オープニングでの弓構えが事故の原因になったみたいだぜ。柔道は得意じゃないけど、弓道は得意なんだね。新井アナ、いろいろと才能があるのね。そうだぜ。彼女の活躍はこれからも注目だな。弓でスカート引っ掛けちゃって、めくれ上がったんだぜ。でも、下にはスパッツを履いてたんだ。それは恥ずかしいわね。でも、ファンにはお宝映像になったのね。そうだぜ。今では結構話題になってるんだ。でも、ふんどし愛用って、本当に珍しいわね。それも活動してるの？うん、ふんどしを広める活動してるみたいだぜ。意外と売れてるんだ。すごいわね、ふんどしも新たなブームになりそうね。でも、俺はふんどしはいいぜ。今回の話、いろいろな一面が見れて面白かったな。女子アナの仕事も大変だけど、ミスも人間らしさがあっていいわね。そうだぜ、ただ、変なスキャンダルはなしにしてほしいな。続いては2017年第68回大会で起きた欅坂46の放送事故だ。面白い放送事故が目立つ中、これは笑えない放送事故となっているぜ。それは恐ろしいわ。何が起きたの？欅坂46は総合司会の内村照義さんと不協和音をコラボしたんだ。このガレージ終了時に平手友里奈と鈴本美吉田真中の3人が過呼吸で倒れてしまったんだぜ。3人は無事だったの？命に別状はないの？すぐに回復したようだ。よかったね。本当によかったわ。でも、3人同時に過呼吸になるなんて、どんなハードな演出だったの？不協和音は観客や視聴者が圧倒されるほどの激しいダンスパフォーマンスが魅力なんだが、それは息ができないほどの激しさなんだぜ。センターの平手さんが不協和音のダンス後に倒れることは、それ以前にもあったの？たびたび見られることだったんだぜ。よくそんな踊りを生放送でやろうと思ったね。しかも内村さんとのコラボ前のわずか30分前にも同曲を披露していたのね。そう、2回目のパフォーマンスだったんだ。相当な体力を削られてしまったのかもしれない。過呼吸は周りに伝染するものだから、誰かが過呼吸で倒れるのを見ると自分も動悸が激しくなるの？連鎖的に過呼吸になることも多いんだぜ。それで3人も同時になってしまったわけだ。それに欅坂46は多忙だから体調も悪かったのかもしれないわね。それでも最後まで踊り続けたんだもんね。偉いわよね。でも、一部では演出は台作りと批判する声もあるわよね。最後に倒れるっていう台本があったっていうこと。それはそれで本気で心配してる人たちに失礼だよな。だが、紅白一度だけでなく、たびたび踊りが終わると倒れてしまうんだわ。なんか嘘くさいだろ。確かに、それだけ倒れてたら踊るのが怖くなるよね。本当にやらせなのか、答えはヤブの中だぜ。ヤブの中だわよね。そうなんだぜ。続いては笑い点の2020年の放送中に起きた事故を紹介するぜ。何が起きたの？初めてのリモートによる台切りが行われたんだ。リモートで台切りって、成立するのかしら？司会者と演者の掛け合いが大事だから、ちょっと違うかもな。そうよね、ライブ感も大事だわ。それが失われたの？そうなんだぜ。でも反面、不慣れなリモート放送で事故が多発した。具体的にはどういう事故なの？演芸コーナーに出たウクレレ漫談のピロキさんだったぜ。ピロキさんって、波平さんみたいな髪型の人？そうだな、自虐ネタが得意なんだ。あれが何をしたの？
彼がネタを披露したんだが、観客抜きの収録で笑い声が聞こえた。それって違和感あるわよね。番組はどう対応したの？編集で笑い声を入れたんだろう。観客がいなくても放送成立しないと。なるほど。で、大喜利のメインは？お題は、頑張ろうを頭にした川柳だったんだが、すごくシュールだったぜ。ライブ感がないと変わるわよね。続くお題でメンバーが物を探しに行って、画面に誰もいなくなるってのもあった。それは完全に放送事故よね。事前に用意できなかったのかしら？お題はその場で発表される体だから、段取りが悪かったのかもな。段取りの悪さも感じるわよね。まあそうなんだぜ。そしてさらに、ちぐはぐな展開は続いていたぜ。ちぐはぐって、どういうことなの？たい平さんが声優さんをネタにした大喜利を披露した時も、肝心のオチで醤油さんさんが映ってなくて空振りだったぜ。オチが空振りって、それは厳しいわね。なんで映ってなかったのかしら？途中でトイレに行くメンバーもいたからな。本当に自由すぎる放送だったよな。自由すぎるっていうか、それは放送事故じゃないの？批判はあんまりなかったぜ。むしろ、SNS の反応は面白かったと好意的なコメントが多かった。それは意外。他にもハプニングはあったのかしら？醤油さんさんが飼い猫を紹介する場面で、奥さんが思いっきり画面に映り込んでたな。それもまた、リモート番組あるあるね。電話がかかってきたり、画面がフリーズ暗転してたりもしたぜ。画面フリーズは単なる準備不足よね。その通りだ。でも最後にはメンバーが変顔を披露したぜ。それがまた放送事故レベルだった。放送事故レベルの内容でも視聴者の反応は好評だったのね。半世紀以上続いてる番組の底力を感じるわけだぜ。次は女性アイドルユニットセノシスターのメンバー、マオさんだぜ。マオさんってどんな人なの？福井県を拠点に活動している女性アイドルだ。過去にはアウトデラックスで紹介されたこともあるんだぜ。え、本当に？それはすごいわね。そうなんだぜ、アイドル界の暴れん坊とも言われてるんだ。でも、なんで今彼女が話題なの？2022年11月、大阪で不幸な出来事があったんだぜ。何があったの？驚いたわ。彼女は公園付近を歩いていたところ、突然マネキンのような格好をした人物に驚かされて転倒したんだ。それは大変だわ。何か怪我は？そうなんだぜ、右肘に怪我を負っちゃった。それに、意識も朦朧となってしまったんだ。それは恐怖以外の何物でもないわよ。そうなんだぜ。加害者はまだ特定できていない。え、マジで？それはむごいわね。情報はほとんどわかっていないんだ。犯人、何してるの？その後どうしたの？犯人は何も言わずに、その場から逃げてしまったらしいんだぜ。逃げたの？それは信じられないわ。警察にも相談したが、路上パフォーマンスとされて何もできなかったみたいだ。泣き寝入りなの？それは許せないわ。彼女も犯人を特定したいと思っているから、情報提供の呼びかけをしているんだぜ。彼女がどう思ってるの？謝罪もなく逃げられたことが悲しいとコメントしているんだ。彼女も大変なのね。そうだぜ、所属事務所も全力で犯人特定に力を入れているんだ。それにしても一般人が他人を驚かせるなんて、何考えてるのかしら？ある噂によると、YouTube で話題になっているドッキリ動画だって言われているぜ。あ、海外の人が投稿している動画に似たようなものがあったわよ。道端に設置されてるような銅像に扮している人が近づいてきた人たちをいきなり動いて驚かすやつ。まさにそれだぜ。でも、あれってプロのパフォーマーが人々を楽しませるためにやっていることじゃなかった。そうなの？プロなら許されるっていうの？その証拠に、隠れることなく銅像となって存在をアピールしてるからな。通行人が興味を持って近づいてきた時に動いているじゃないか。そうね。銅像に違和感を感じた人が本物かどうか確かめるために触ろうとして驚かされてるわよね。驚かされた人は最終的にみんな笑顔になっているでしょ。これぞまさしくエンターテイメントだ。でも今回のように負傷した人を出したら、それはただの旅を起こした悪ふざけよ。図にもまして正論だな。私は世界中の女の子の味方だからね。そんな霊夢に一つの朗報があるわよ。驚かされて転倒したマオさんだけど、その後の診断で大事に至ってないってことが判明しているわ。まさに不幸中の幸いで安心したわ。それはいいけど、これにめげずこれからも暴れん坊アイドルとして名を馳せていってほしいわね。次に見ていくのは、嵐の二宮和也さんの背後で話題になった回だ。何があったの？2013年に嵐が出演し、ヒット曲のメドレーを歌ってた時、瞳の中のギャラクシーという曲でね。はい、それで？その時、ネットが騒然としたんだ。二宮さんの背後に謎の女性が映り込んでたからな。薄暗い中に佇んでいるのも怖いけど、影の形がおかしいんだ。影が違うの？それは確かに怖いわ。
ネットで話題になったんだ。生放送で心霊現象かと不安になる声が多かった。生放送でそんなことが？怖いわね。でも実は、その女性は観客席の人じゃなく、スクリーンに映ってたドラマの一シーンだったんだ。え、本当に？なんでそんなことに？二宮さんが出演してたドラマの映像で歌ってた曲は、その主題歌だったんだぜ。よかった、心霊現象じゃなかったわね。女性の正体はドラマで共演してた深田恭子さんだったし、体と影も一致してた。じゃあ、ただの勘違いだったのね。暗い場面で体が見えにくいから、視聴者が勘違いしたんだろうな。ああ、一瞬のことだからね。ネットに画像が拡散されて、心霊現象じゃないかという噂が広まったんだ。でも本当に幽霊とかじゃなくてよかったわ。生放送だから余計に怖いし。次に紹介するのは、1990年の第41回大会で、歌手の長渕剛さんが起こした事件だぜ。長渕剛さんって、豪快なイメージのあるミュージシャンよね。何をやらかしたの？この年長淵さんは、ドイツベルリンから衛星中継で出場したんだ。ベルリンからって、なんでそんな遠くからなの？1990年は、ドイツベルリンが東西統合を果たした記念すべき年だったからな。なるほど、それで紅白が海外中継をしたのね。そうなんだぜ、これが初めての海外中継だったんだ。さすが長淵さんね。でも、中継が始まったら何があったの？開口一番に、日本人スタッフがいないと避難したんだ。え、それって大丈夫なの？公共の電波でそんなこと言って。そうだよな、実はそれだけじゃないんだぜ。まだあるの？何をしたのよ。当初は10分の出演予定だったが、計17分30秒も歌い続けたんだ。それじゃ、この調整が大変だわよね。その結果、他の出演者の時間が削られたんだぜ。それは大問題ね。スタッフだけじゃなく、出演者も怒るわよね。それどころか、NHK 上層部も激怒したんだ。それで長渕さんは NHK から出勤になったの？そうなんだ、しばらく出勤になったんだぜ。それ以来、紅白には出てないのかしら？いや、13年後に復帰したんだ。その時は何かやらかしたの？いや、その年は一曲だけ歌って終わったんだぜ。それならよかったわね。反省してるんだわ。長渕さんも、生意気だったと謝罪してるからな。大人になったのね。そうなんだぜ。許してもらえてよかったわね。そうなんだ、本当にな。次はカメラマン転倒放送事故よ。これは山の中で行われた取材中に起こったわ。何か嫌な予感がするのは気のせいか。嫌な人と嫌じゃない人で別れそうだな。子猫の時は一人の女子アナウンサーが周囲の状況をたどたどしく伝えていたわ。すると急にアナウンサーのすぐ近くに黒い物体が落ちてきたぜ。その物体を見てアナウンサーが驚いてしまって、冷静さを失い悲鳴を上げたのね。ダッシュでカメラマンに向かって走ったんだ。カメラマンも避けられなかったから転倒したぜ。アナウンサーも驚いただろうけど、急に突撃されるカメラマンが一番驚くよな。確かにそうね。カメラマンが転倒した後、アナウンサーはまだ冷静さを取り戻せていなかったな。慌てて謝罪をしていたわ。これはスタジオ内の人も不思議だよな。それよりその落ちてきた黒い物体って何だったんだ。それね、蛇だったのよ。まあまあな大きさで、地面を張っていたのが映像に映っていたわ。このアナウンサーは蛇が苦手だったんだろうな。まあ、急に蛇が落ちてきたら誰でも驚く気がするぜ。じゃあ、次の放送事故は何なの？次に紹介するのは、寺田心の放送事故だぜ。寺田真って、あの子役だよね。何があったの？メイコ役じゃないバイキングに出たこともあるんだ。ニコニコ笑顔の寺田真くんだが、実は父親がいないんだぜ。え、本当に？それは狂気だわ。へえ、そうだったんだ。そしてそのことが、初めて明かされたのはバイキングの放送の中なんだ。どのような状況で明かされたの？チーズのお茶漬けを試食するコーナーで起きたんだ。チーズのお茶漬け、美味しそうだね。美味しそうだよな。心くんが、美味しいですと子供らしく答えると、坂上さんは質問したんだ。質問って、何を？楽屋でお父さんに、美味しいしか言っちゃダメだぞって言われてるのか質問したんだぜ。それはちょっと意地悪な大人ね。心くんは、お父さんいないんでとさらっと言い放ったんだ。それは気まずい状況だわ。スタジオも一瞬気まずい雰囲気が流れたが、坂上さんはにっこり笑って、心くんの頭をポンポン叩いたんだ。それで怒ったりしなかったの？さすがにここで怒ったら意味不明すぎだろ。小籔さんが、こんなちっちゃい子は味なんてわからへんとフォローしたんだ。ナイスフォローね。坂上さんと小籔さんのとっさの対応で、番組は何事もなかったように進行したぜ。それは坂上さんも経験があるからなのかな。坂上忍さんも子役をしていた幼少期に親が離婚して、父親が出て行った経験があるからな。
心くんの気持ちを察することができたんじゃないか。続いて紹介するのは、演者による仮想対象の放送事故だわね。大勢の人が参加してるから、一つや二つやらかしてもおかしくないわよね。そうだぜ。1998年5月の第54回で起きた39番の線香花火という作品、演技終了後に大量のスーパーボールが会場にばらまかれたんだ。何やってんの？それで、出場者やスタッフがスーパーボールを回収したの？まさにそれ、カオスな状況になったぜ。その演者も大変だったでしょうね。そうだ、そしてその演者はキムちゃんにお叱りを受けて、拍手一つだけが送られたんだ。仮装の審査はどうだったの？残念ながら9点で不合格だったんだぜ。出番が台無しになっちゃったわね。でもその演者はその後も参加を続けているぜ。じゃあ、次は2020年2月1日放送の第97回でのシステムエラーなの？そう、システムエラーって言うと、ネットワーク関係のトラブルかと思うだろ？そうだわ。じゃあ、何があったの？実はキムちゃんの仮想対象では、Dボタン PC スマホからのリアルタイム視聴者投票もあるんだ。現代っぽいわね。でも、19組目の演目で、視聴者投票が突然停止したんだ。え、マジで？それで、何が起きたの？番組公式 Twitter でトラブルが伝えられ、PC スマホの投票は復活しなかったんだ。香取慎吾さんは、視聴者投票について何と言ったの？結局、視聴者投票はできなかったと発表されたんだぜ。視聴者は驚いたでしょうね。まあ、後日改めて発表するって言ってたけど、誰もチェックしてないだろうな。次は怪我系の放送事故について話すぜ。ずんのやすさんが雪上ゴムボートでの事故だ。怪我系ってどんな事故なの？ずんのやすさんが怪我をしたのは、どんな状況だったの？それはとある芸人さんの番組の中でのことだ。若手芸人は体を張ることが多いからな。ちなみにこの番組は、桂木さんの骨折事故も起こしてるんだぜ。え、また芸人の番組？それって別の意味でヤバいわよね。具体的にどういう事故だったの？ズンさんが参加したのは、スキー場での水上スキー用ゴムボートレースだったんだ。でも、スピードが出すぎてゴール地点で止まらず、小屋に突っ込んでしまって、腰を強打したんだ。あれ、それってボブスレーみたいな感じ？オリンピックの競技にもあるやつだよね。まさにそんな感じだぜ。ボブスレーはスピードが出るから、安全性が確立されていることが大事だよな。安全性は当然よね。ズンさんが腰を強打した時の怪我がひどかったんだぜ。第二腰椎破裂骨折や第一腰椎両側突起骨折とかの重傷を負ったらしいな。破裂骨折って何なの？初めて聞いたわ。破裂骨折は骨が割れてしまうようなものだぜ。相方の板尾さんによると、レントゲンで見たズンさんの骨が散ってるのがプラネタリウムみたいだったらしいぜ。そんなの想像もつかないわよ。腰椎って神経の塊だよね。その通り。腰椎を損傷すると体が動かせなくなったりする危険があるんだ。だからその部分を傷つけると本当に大変なんだぜ。で、ズンさんはどうなったの？最初は近くの病院に運ばれたけど、後遺症が残るか車椅子の生活になるって言われたんだよな。でも板尾さんが別の病院での治療を希望して、都内の病院で手術を受けたらしいぜ。そしたら、どうだったの？半年後に見事復帰を果たしたんだ。やっぱり大きな病院での治療が効果的だったようだぜ。それは本当に良かったわ。でも、みんなも雪の上で水上スキーで滑るとか、そんな危ないことしない方がいいよね。その通り、スピードや場所には気をつける必要があるからな。続いては1991年の第42回大会のトンネルズの放送事故だぜ。トンネルズも紅白に出たことあるの？あるよ、昔のトンネルズは歌手活動も積極的だったからな。どんなパフォーマンスをしたの？石橋さんは白、木梨さんは赤のボディペインティングで登場したんだ。え、それって紅白歌合戦に適してるの？際どい格好だったね。賛否両論で済むレベルじゃなかったな。その後どうなったの？何があったの？石橋さんの背中には、受信払い、木梨さんの背中には、竜王と書かれていた。それ、何が言いたいの？二人が並ぶと、受信料を払おうというメッセージになるんだ。受信料って、NHK にとってデリケートな問題だわね。そこをあえてネタにしたんだ。58.2% の視聴率を獲得したが。でも NHK の人たちは怒ってたの？お偉いさんからは品位を著しく貶めたと、顛末昇格用達しが出たな。番組が盛り上がったって訳じゃないわね。盛り上がったからといって、言い訳にはならないからな。NHK の受信料問題の放送事故、他にもあるぜ。他にもって、どういうことなの？1982年の第33回大会で、サザンオールスターズが出たんだ。あのサザンオールスターズが？若手の頃だったのね。そうなんだぜ。紅白歌合戦で、海岸物語を歌って場を盛り上げた。楽しそうだわ。
何が問題なの？問題は、楽曲の後で、受信料を払いましょうと言っちゃったことだ。声に出して言っちゃったのね。それだけ？それだけじゃない。裏番組はビデオテープで見ろっても言った。それはかなり攻めた発言ね。桑田さんってそういう人だったの？当時の桑田さんは、MC や曲中で煽って盛り上げるスタイルだった。桑田さんのファンはどう思ったの？ファンは賛辞を送ったぜ。NHK は出入り禁止にしたが、後に関係は修復された。18年ぶりって、長い雪解けだね。次はバイキングの司会、坂上忍さんのブチギレ放送事故を紹介するぜ。坂上さんって怒るイメージがあるわよね。それはバイキングでも健在なの？威圧的な司会をするからな。それが打ち切りの原因の一つとも言われてるんだ。お昼の時間に怒ってる人、見たくないわよね。どんなブチギレがあったの？2021年6月21日の放送で、平井田やデジタル改革担当省 VS 週刊文春のバトルが特集されたんだ。週刊文春とデジタル改革担当省がどんなバトルをしてたの？週刊文春は、デジタル庁が五輪アプリに関して親密な関係にある企業を優遇するよう求めたと報じたんだ。それはどんな問題があるの？官製談合防止法に違反する疑いがあると指摘したんだぜ。簡単に言うと、企業に国の仕事を優遇してるってことなの？そうなんだぜ。賄賂をもらってる可能性があるってことだ。政治家にはよくありそうな話よね。何か証拠があるの？文春側は会議の音声データを公開したんだ。音声データまで出てるんだから、言い逃れできないわよね。その音声データも証拠になるものではないからな。反論もあるんだ。反論って、なんて言ってるの？音声データは誰も企業名を言ってないって。非常に不鮮明な部分を補ってるってことだ。それはどういうことなの？訂正または記事全体の削除を求めてるんだぜ。このバトル、ワイドショーにとってもいいネタになるわよね。坂上さんはこのニュースに何に切れたのか、それが気になるんだ。坂上さんは文春の記事がやりすぎだと主張しているんだぜ。本当に？坂上さんがそれを言ったの？ああ、そして中村さんが反論してるんだよな。中村さんは何って言ったの？坂上さんの一方的な決めつけは勘弁してほしいとか言ってたな。うわ、それって緊迫した雰囲気なのね。だよな、坂上さんは急に切れたんだぜ。怒ってなんて言ったの？坂上さんは、俺はあの記事を読んで意見を言ってるんだと反論してた。それで反応はどうだったの？視聴者からは放送事故だと苦情が殺到したんだ。え、マジで？それは大変なことになったわね。自分の意見を持つのはいいが、怒るのはどうかと思うぜ。確かに、お昼の時間にそんな大騒ぎはどうなのよ。坂上さんは、政治家が悪いんだって言えないとも言ってたな。それはなんていうか、複雑な問題ね。坂上さんは表現の自由があると言ってたが、相当迷惑もしてるらしい。続いて紹介するのは、1992年の第43回大会で元木正弘さんが起こした事件だぜ。え、元木正弘さんって、どういう人なの？井上陽水の楽曲、東へ西へで紅白に初出場したんだ。でも、その演出がすごかったんだぜ。すごいって、どうすごいの？細かく教えてよ。首の周りに白い液体が入ったコンドームをネックレス状にして、首から下げて登場したんだ。なに、それ、悪臭すぎる衣装だわ。それだけじゃないぜ。途中からは風船みたいに巨大に膨らませたコンドームを抱えながら歌ったんだ。本気で？それ、どういう意味なの？最後にはその巨大コンドームを自分で割って、中から飛び散った液体を全身で浴びたんだぜ。アバンギャルドすぎて、私には理解できないわ。でも、何の目的でそんなことしたの？この演出はエイズ撲滅のメッセージを込めて行われたみたいだぜ。メッセージは素晴らしいけど、演出が奇抜すぎて誰もわからないと思うわ。今の時代なら、世間から強烈なバッシングが来ただろうね。当時でも NHK には100件以上の抗議が寄せられたんでしょ？そうなんだぜ。話題になるという意味では成功したかもしれないな。最後は、羽鳥慎一モーニングショーで話題になった放送事故だぜ。どんな事故だったの？強烈な寒波で大雪の中、米原駅前で薄着の女性が映っちゃって、お尻を晒してしまったんだ。それは恥ずかしいわね。どうして薄着だったのかしら？詳細はわからないけど、全国ニュースで取り上げられちゃって、ネットでも話題になったんだぜ。ああいうのは、ちょっとした瞬間を捉えられると大変ね。そうだぜ。でも、それがニュースになるとは、女性もびっくりだっただろうな。本当に、いろんな放送事故があるものね。というわけで今回は、ブチギレ放送事故パート3を紹介しました。今回もいろいろと衝撃的だったわね。本当だぜ。でも、いろんな事情があるから、一概には言えないけどな。そうね。人って複雑だわ。動画が面白かったら、高評価とチャンネル登録お願いします。
視聴ありがとうございました。